皆さんこんにちは、ケンです。本日は OG ケーキ店さんから提供された新しい新商品を紹介したいと思います。 OG ケーキ店さんとコラボ2回目になるんですけども、前回ですね、こちらのキャミリというサイクルトレーラーになるんですけども、こちらの動画をアップさせていただきました。今回の新商品もキャミリに関係があります。その前にですね、キャミリの説明をさせていただくんですけども、サイクルトレーラーになります。で、このキャミリなんですけど、バッグとかもいろいろありますし、つけなくても全然いいんですけど、私の場合オプションのこういう大容量のバッグつけさせていただいて、キャリーバッグ代わりにしたりとか、昨年の11月に開催されたバイク&キャンプでもクロスバイクにこれ装着して、ソロキャンプ、はい、してきました。このキャミリーは今まではですね、リアキャリアが付けれるスポーツバイクにキャミリーの専用のリアキャリアを付ける、もしくはリアキャリアがもともと付いている、例えば電動自転車とかね、 e バイクとかにキャミリーのアタッチメントを付ける、それでしかこのキャミリー付かなかったんですけども、5月2日に発売された新商品で、こちらが新商品になるんですけども、これ何かっていうと、もう形から想像つくかなと思うんですけど、シートポストジョイントになります。で、どうやってつけるのって話なんですけど、挟むだけで簡単装着できます。つまりシートポストがある自転車であればつけることができます。ただしカーボンのシートポストっていうのは危険ですので、つけないでください。金属製のシートポストにこういう風につけてください。あとはここのアタッチメントっていうのはね、今までのものと一緒なので、ちょっと今赤ちゃん抱っこしてるからやりづらいんですけど、こうつけるだけ。 700C とか 27.5 とか、まあ、グラベルバイクとかね、そういうものであればこの状態のまま、もう長い状態のままこうやってつけて装着することが可能です。もともと 33.9 の、直径になってくるんですけど、ベーサーをかまして 27.2 のシートポストとか 31.8 とかいろいろつけることができます。まあ、今ちょっとごめんなさい、このトップストーンカーボンのシートポストなんでつけれないんですけど、ちょっとイメージとしてはこういう感じですね。で、ミニベロにね、今回つけてみようと思ってます。なぜミニベロを選んだかっていうと、ミニベロってやっぱりね、積載量少ないんですよ。まあ、例えばバイクパッキングするにもね、ハンドルバーつけたりとかリュック背負ったりとかするしかない状況だったんですけど、まあ、キャミリーがあれば、ミニベロでもキャンプとか手軽に行けるかなと思います。またね、リュック背負うよりもね、力が分散されるので、こっちの方がパンクの後輪パンクリスクも減るかなと思います。ミニベロにつける場合も同じようにこうやってつけるんですけど、これだとここの長さに対してね、ちょっと長すぎるので、ここのボルトで止まってる部分あると思うんですけど、これを外して短くすることもできます。自転車によるんですけども、真ん中の棒をなくして、まあ、短くするっていうこともできます。早速つけていきたいと思います。はい、ということで今中間棒を外してこのように作りました。まあ、いわゆる小径車とかね、小さいバイクにつけるようの仕様になってます。工具としてはここ 5mm ですね、アーレンキー 5mm と 13mm のメガネレンチが必要になってくるので、それは準備が必要になります。まあ、ミニメロじゃない方はね、そのまま使っていただければいいのかなと思います。ミニベロだと 33.9 なんでちょうどですね。締め付けトルクは6から7ニュートンだそうです。最後に安全ベルトをつけます。装着完了です。この角度だったら当たらないと思います。キャミリーの試乗行っていきたいと思います。
はい、ということでキャミリーのシートポストジョイントの紹介でした。いかがだったでしょうか。例えばね、まあ、14インチの小径のダホン K3 とかだったら輪行袋に入れて自転車を乗せて、まあ、このままね自転車自体を運ぶこともできると思います。だからね、このキャミリーとミニベロっていう組み合わせはとてもいいんじゃないかなと思います。最後に前回の動画でも言ってるんですけども、改めてこのサイクルトレーラーの道路交通法について説明します。まあ、これをつけることによって普通自転車からもう完全に軽車両っていう分類になりますので、自転車が走れる歩道も走ることができません。まあ、つまりは、まあ、もう道路しか走れなくなるっていうことを覚えておいていただけたらなと思います。あとはですね、交通法ではなく乗り方の注意なんですけど、キャミリーをつけた状態でバックをしようとすると、まあ、バイクがバランスを崩して倒れそうになったりってすることがありますので、バックはしないようにしてください。旋回して戻ったりね、そういう風な工夫をしてください。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。